じゃあこれからアジの方を釣っていきたいと思います。どうしたらいいんでしょうか。全然わかんないんですけど、まあ、まずアジングはこういうライトゲームの竿ですね、まあ、メバリングアジングで使えるような、これは、インクスレーベルのハミーシャーミーのセカンドになるんですけど、まずはこんな竿を使って、はい、でリールの方が2000番っていう番手を使っていきます、はい、で、まあ、アジを釣るのでこういうジグヘッド針、針、はい、ラインの先に針を結んで、でこういった、まあ、ワームですね、さっきかわいい、はい、をつけてもらって、まずはキャストして沈めて釣っていくような形です。キャストって何ですか。キャストはあの投げることですね、はい、キャストこの仕掛けをまず海に向かって投げる、はいはい、キャストして沈めて、はい、でアクションしたり、アクション、まあ、アクションしたり、巻いたりして釣っていく形です。はい、はい、分かりました。それで釣れるんですね。釣れると思います。頑張ります。頑張りましょう。いやすごいな。釣りは天気とか全然関係ないんですか。いや関係ないかどうかで言えば、人間的に関係があるから。人間的に風があるとしんどい。そういうことか。まあ魚にはそこまで関係ないのかもしれないですけど。でセッティングですね。はい、このジグヘッドにワームをつけていきます。こうやって真ん中のところに刺してくるってこう、すごい、針に合わせてこんな感じで、まっすぐ刺さってるんでこんな感じで、お、はい、釣ってもらいます。で絶対糸釣ってないと思う。これハゼの時よりめっちゃ細い気がします。細いですね。だいぶ細いと思うので、はい、で持ってもらって、はい、これガッシャン、そうです、ガッシャン、ガッシャンして、あとはあのキャッチボールとかしたことありますか。あります。あの自衛官だったんで手榴弾投げる練習。手榴弾手榴弾16メートル以上飛ばさないといけないんで、その練習してきました。そしたら、はい、それを投げるときに、はい、まあこの離すタイミングですよね、はい、と同じぐらいのタイミングでここの糸を離すんですよ。はい、なので、まあ海に向かってもらって、はい、でもうやっていいですか。そうですね。え、いきますよ。 OK です。全然投げれてます。なったのにな。あ、重い気するこれ。あっちは釣れているという情報が来たので移動したいと思います。エミちゃんはあの夜が得意なんですか。夜ですか、はい、ちょっとなんか聞き方があれですけど、夜好きです。ガオガオです。ん、朝も元気ですけど、あ、夜全然、あーでも、はい、10時ぐらいにはもう、ね、眠たくなりますね。全然夜得意じゃないじゃん。リアルを言うと普通に寝ますね。来た来た来た。いやー、アジが踊っております、この下。あの
中浅いんで、こっちは浅いんですか、はい、水深多分5メーターからしかってことは引っかかるかもしれないですか。あ、だから軽めにして、じゃあこれはもうチャーン行って、チャーンって帰ってチャーンですね。待って、釣れとった。私は釣れているのに分からずにずっとこうやってたんですか。はい、釣れました。帰ってったんですけど、さっきの、はい、当たってました。はい、当ててました。なんかむずがゆいな。ちょ、先生が今からやってみる。え、釣れました。当たっただけ。すごい。やっぱなんかすごくなかったですか今の。いやー、挟む。おー、すごーい。これがアジです。アジです。すごい。シュッてやって、もうこうですね。本当だ、すっごい。みんなこれをあれだと思ってパクッちゃってるんですよ。なんか寒くて滑舌が悪くなっとる。やってみたいと思います。じゃあコモ先生は左側でしゃがんで釣って、並んで釣って、さあ行ってみよう。行きます。いい画角。あ、先生に負けるな。はい。あ、ちょんちょん。ちょんちょん。ちょんちょんの後ね、竿を立てて止める。下げて止める。あ、そう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 。え、先生当たったんですか。立てて、このまんま。はい。そしたら、で、こう行けたら、ボール中に当たる。はい。え、取れとる。なんで。これがプロと素人の違いです。マネちゃん、あー、かわいい。来たんじゃない。来た。来たかも。来た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 。重い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 。重い重い重い。来た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 。ちょっとフォローしてあげてください。来た来た来た。やったやった。え、違う？アジアジアジア。アジやったーやった。やった可愛いけど。嬉しい。釣れましたー。先生、一言ください。ナイスアジです。
一言感想。アジ最高。うわー嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。さっきたまたまくっついとったって感じだけど、これは感じました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。あっちだ、やっぱりあっちですね。笑顔が戻ってきたね。いやいや。おいいねー。本当投げるの上手になった。いやいや、こっからなんかまず投げるのが大事だ。さすが手榴弾。手榴弾。27m。そうですね。うおっとダブルでダブルで来ました。ちょっとどっちがでかいでしょうか。逃げた逃げた逃げちゃった逃げちゃった来たー先生来ました。逃げたんですけど。いやまだ釣れますよ先生。レミちゃんに一言ください。逃げられたレミちゃんに。頑張ってください。さすが。これすごい、みんなこれ食べますからね。本当にすごい。サイズ上がりました。ちょっと上がりましたね。はい、レミちゃん一言。悔しいです。じゃあもう行きます。ちょ話す時間ないんでちょっと。イエーイ。うわうわ、はい、はい、宮島。すいません、すいません、すいません。宮島ごめん、きついとこに持ってもごめん。感想ください。もう最高です。超気持ちいい。超気持ちいい。ゼンさん見ました。見てこれ、ゼンさん。わー、待って待って、なぎなぎだ。え、ほんまに地球じゃないですか。ゆっくり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 。やばい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 。なにこれ、何でかいんですけど。ゆっくりゆっくりゆっくり、うん、まだ来ないぞ。でかいぞこれ。本当に地球じゃない。あ、でも地球じゃないです。動いてます。魚ですよ、魚ですよ。ゆっくりゆっくり。やばい。シーバスやね。シーバスかな。スズキだよ、スズキ。なんかおかしい。でも叩いてますね。叩いてるな。うわー、バスに叩いたよ。巻いてください。巻いて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 。ゆっくり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 。ゆっくりゆっくり。アジ、アジ、アジ。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。レミちゃんでけえ。でけえぞ。ゆっくりゆっくり。ちょっと、ちょっと、ひっくり返す。ちょっと危ない危ない。危ない。危ない。地球の後に大物です。でかい。これどこ引っかかってるの。そんな釣り方ある。難しいっすこれ。ちょっと待って。笑いが出ちゃうんですけど。奇跡的に。先生どうですか、アジ釣りました。いや難しいこれ。逆にワームが横たわってます。ありがとうございます。はい、イエーイ。写真にしようか。お願いします。先生今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。私は今日何です、豆味を3と大きいのが1 釣れました。いやめちゃくちゃ本当に耐久性みたいな感じで
あの大変だったんですけど、先生、あの私の出来はどうでしたか？ちょっと渋かったんですけど豆味かけたんで良かったと思います。 ありがとうございます。なんか釣り界では豆味を釣る方が大変らしいです。そうですね、なかなかかからないのではい、はいはい、なのであの今アジが今旬なんですよね。はい、あ、旬らしいんで、あのまだちょっとやってみたいなって思う方はぜひアジ釣ってみてください。今日は本当に最後までご視聴してくださりありがとうございました。そして先生ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。じゃあまた釣りやります。見てね、またね。